このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、1歳のクリーム猫は甘えん坊、人も猫も好きなのに里親が決まらない、不思議ということでですね、この子がサイラスくんって言いますよ。クリーム色で本当に綺麗な子なんですよね。しかももうスリスリにゃんこでしょ。もうめちゃくちゃ甘えてくれるんですよね。いやー、ほんとかわいいわー。まあ、以前にもね、動画配信させてもらったんですけれども、その時もね、スリスリにゃんこだったんですよね。もう顎を乗せてね、もうね、人のこと大好きっていうの伝わってきますよね。前回配信した時からは1ヶ月ぐらいですので、決まってなくても不思議ではないのかなとも思うんですけれども、これだけ甘えたさんなんでね、一瞬で決まってもよくある話なっていう感じですからね。まあこの子の里親さんは毎日癒されること間違いなしですよ、本当に。いやー、この子かわいい、スリスリしてくれるんですよ。こんなにお腹見せたりとかスリスリしてくれたりとかいないですよ、こんな子は。なかなかね。まだどう、おもちゃではどう、今日あんまりかな。とりあえず今はね、ぴったりとくっつきたいんですけれども、黒猫のね、シロナくんが膝に来ましたね。あらら、あ、猫パンチしちゃったよ。でも喧嘩にはならないんですよね。あ、ちょっと引いちゃったかな。ねえ、猫パンチされちゃったね。そんなになんか強い子ではないかなと思うんですけど、あ、ちょっと距離取られちゃったよ。グルーミングして、で、また指を見せると近づいてきてくれてね、また甘えてくれるのかな。うん、腰を落ち着けてくれましたね。うんうん。よかったよかった。お尻タンタンタンってやってるけどどうかな。今回のお店は大阪梅田近くにある保護猫カフェウリエルさんです。ウリエルさんは落ち着いた環境ということなのかね、こんなねスリスリニャンコが多いなっていうイメージはありますよね。甘えたさんが多いのはいいよね。スリーってやってくれてるよ。かわいい、たまらんな本当に。でね、結構おもちゃでも遊んでくれるようになったんですよ。前回は全く遊んでくれなかったんですけれどもね、走り回ってますよ。で、ちょっと周りのことを気にしてるなっていう印象はありますよね。あ、膝の上乗ってくれた。あ、シロナくん、あ、またこの巨体でよく走るんですよ、この子。ねえ、かわいいんですけれどもね。隣にはですね、ハチワレ猫のこの子はトビーくんかなって思うんですけれども、来てくれておりましたね。シロナくんが走り回ってすごい大迫力やね。あ、膝の上に乗ってくれたかな。あ、順番待ちかな、もう遊ばないのかな。まあ、隣でね、甘えてくれてそうな感じなんですけれども、あ、やっぱおもちゃで遊びたいかな。遊ぶ、あ、コロンってなってくれた、遊びたかったんだね。でも周りで猫ちゃんが遊ぶと、遠慮するんかなという気はするんですよね。ですのでね、サイラスくんは本当にね、多頭飼育に向いてる子だなって思いますよ。からで、ね、猫ちゃんのことも好きそうですので、先住猫がサイラスくんだったら多分ね、すんなりと、ね、多頭飼育もうまくいきやすいかなという気はしますけれどもね。後からサイラスくんもね、まあ、それは先住猫ちゃん次第かなと思うんですけれども、サイラスくんは本当に大丈夫ですよ、ね、穏やかな子ですからね。まあ里親さんが見つかるっていうのは縁の話ですからね、まあ、いつつながるかっていうね、時期の問題ではあるとは思うんですけれども猫兄さん今囲まれておりますよね。お尻タンタンどうですか。あ、ちょっとじゃれてる。遊びたいかこの子は。ね、結構活発な子なんだね。さあ、もうちょっと遊ぼうか。あ、転んでなった。結構遊ぶやんサイラスくん。だから周りのことを気にしてるのでね、すぐに遊べなかったりとかすることもあるんですけれども、遊び自体は好きな子やね。やっぱりまだ1歳ですもんね。で、猫ちゃんがね、近づいてきても怒ったりとかしないでしょ。いや、本当にいい子なんですよ。猫が好きなんですよ多分サイラスくんっていうのは。ハチワレちゃんもね、寄りかかってくれておるんですけれども、あサイラスくんも寄りかかってるね。これめちゃくちゃ可愛いな。たまらんわ。あ、
この2匹とも多分ね猫ちゃんが好きなのかなっていう気はしますよね。一緒に遊べそうやし全然怒ったりとかしないもんね。いやーたまらん。いやーカメラ片手で回してるんでね2匹同時慣れができないけど、あちょっとじゃれ合ってる、怒ってるわけではないですよね。あーほんとや、仲いいんでしょう多分この子たち。お腹見せてくれてるよ。しかもいやー今めちゃくちゃ幸せな時間流れてるんですけれどもね、猫ちゃんにこうやって囲まれてるっていうのがたまらんね本当に。あきれたんたんたん、肉球ツンツンしても怒んないねこの子は。あー気持ちよさそうな顔してくれてね、お腹マフマフマフってやるとパッカーになりましたね。気持ちいいんだろうね。あらららら。ちょっと一瞬抱き合ったんですけれども、さすがにそれも嫌だったか。あ枕になってる猫兄さんの足が。いやーこのねハチワレちゃんもすごい甘えたさんやな。あー幸せだね。 おもちゃで遊ぶ ?2 匹同時で遊んだりとかするかな。うんちょいサイラスくんカミカミしてるよ。かわいいやんか。足が乗っているよ。仲良しだよな。キックキックになってる。いやー、どっちもいいね。激しく遊んでるわけではないんですけれどもね。こんな感じで甘えてくれながらね、遊ぶのもいいよね。癒しの子たちやわ。いやー、たまらん。お尻タンタンタン。重なってるやんか、この子たち。持っててが。いや多分すごい仲良しだよねこの子たちね。すごいわ、遊んでくれてんな。お腹もふもふしてもねちょっとじゃれるんですけれども、れれれれ走り回ったりとかしないんかな。うん、多分今この状況が気に入ってるんかな。シロナくんかまた遊んでくれてる。元気やなあんたは。よく見るとねハートマークになっているんですよね足が。あ完全にハートマーク、ハートマークになりましたよね。もう今ね猫兄さんのね目がハートマークになっているんですけれどもね、たまらんわ本当に。いやー甘えてくれてるわ。あペロペロしてるよ。隣ではね、三毛猫のエレノワちゃんがね、ふみふみしてるんですよ。これもいいなぁ。いやぁ、今日は幸せでした。皆様いかがだったでしょうか。猫ちゃんが甘えてくれるのは本当に嬉しいですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ、ウリエルさんでした。